歯を競った者たちが世を去る中、蒙古孫権は一人気を吐く。彼は来るべき侵攻の時に備え、魏に対する軍備の増強を命じた。この動きを察知した魏は、機先を制すべく東漢へと侵攻。しかし、指揮に当たった諸葛丹の失策により大敗を喫する。一方、勢いを得た呉の孫権はこれを機として魏への侵攻を決断。大々的な軍を編成すると、敵地合肥新城へと軍を進めた。呉にとってはかつて敗北した地での雪辱戦、城を包囲するその陣容はまさに必勝を期したものであった。これに対すべく、司馬懿は若き才を戦場へと向かわせる。司馬昭、大元気、そして先の汚名返上に燃える諸葛丹、魏の明日を担う俊英たちは蒙古の包囲を打ち破れるか。諸葛孔丘、一族の誇りを胸に、いざ。万長殿は合肥新城の防備の要、急いで本陣の援護に向かいましょう。その首もらい受ける、いざ。ありそうね。
力を貸してくれ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。一人で来たが、この度胸だけは認めよう。皆力を貸してくれ。違った。さすがにまずいな。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。増援をよこしてやった。指示じゃ遊べる時間は終わりだ。敵を駆逐するぞ。遅れて悪かったな。俺たちは城内に入って味方の救援に回るぜ。俺たちは南の敵に向かうぞ。力を貸してくれ。
守技法がお前を灰にしてやる。お、何の結構やな。行けて。随分と自信があるのですね。鈴の観念が相手を引っ張ってこいや。いやお前は頼りになる。ありがとな。諸葛一族の名に恥じぬ働きができたな。